はようございます。ザリガニ親父が極寒の行徳は駅前公園から今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントをお話ししたいと思います。ただ見てるだけでコミュニケーション力がどんどんつく不思議な YouTube です。今日は3月は6日日曜日、バイリンガル YouTuber の高野がバイリンガルでお伝えいたします。この後英語でもお話しします。外国人で、見てくださっている方もいらっしゃいますので英語でお話しいたします。今日のテーマはですね、風刺家伝の秘すれば花、目すれば花というお話をしたいと思います。ちょっと変わったお話です。私もですね、ドイツ、アメリカ、イギリス、アジア、パシフィックとですね、歩いて海外の文化に随分触れました。随分アメリカ由来のですね、コミュニケーションに影響を受けましたが、アメリカ流、欧米流のですね、コミュニケーションが必ずしもこの日本に合うとは限らないということをしっかりと認識いたしました。アメリカ流のですね、何しろ言わなければ損、先に言わなければ損、人の話を遮ってでも踏み込まなきゃダメだというコミュニケーションの取り方は、日本の中においてはですね、社会に受け入れれなくてですね、会社なんかでは出世しないですね。わりかしアメリカのですね、ハーバードのような大学で MBA 取った人ほど社長とかになれないでいます、この日本という国は。それが何かというとですね、日本にはこの2000年の歴史の中で培ったですね、世界にですね、ある意味で評価されているコミュニケーションの技術があるんですよ、日本ならではの。それをですね、凝縮しているのが、私は風刺家伝のですね、残してるですね、秘すれば花、家伝書と言われてますけどね。それはどういうことかというとですね、思った意見をですね、ズバズバッと言ってしまう、特にですね、差し障りのある意見ですね、これを言えばですね、ガバッと傷つく相手がいるような意見をですね、バババババッと言ってしまうがゆえに、自分の居場所がなくなってしまう、ある意味ではですね、ポストを失ってしまうようなことがあります。これについてですね、私はこれ今週1週間勉強してですね、皆様にお話ししていきたいと思います。風刺家伝のですね、家伝書、これはですね、東洋のエキスが集まっているこの日本のですね、一番のポイントになるですね、コミュニケーションの取り方、秘すれば花、黙ってる方がいいですよ、やたら言ったがために自分の居場がなくなり、会社なんかではバチッと出世の道を閉ざされることがあります。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。また明日続きをお話しいたします。